こんにちは、賃貸大輔です。本日は、奈良市の、藤の木台のところと学園前駅の方に近いところの、大和ハウス施工の、2LDK アパートのご紹介をさせていただきます。はい、まずこちらリビングですね、人気のカウンターキッチンとなっております。キッチンの方から見ていただきますと、はい、こういう形でね、お好みのコンロを置いていただけるようになっておりまして、こちらシンクと、間にこちらのスペースでございます。調理しやすいところだと思います。上の方とですね、下の方にも十分収納がございますね。またね、キッチンの横にはこういった窓がついておりますので、換気もしやすく、また明るいキッチンスペースと見えるかと思います。はい、そしたら、こちらの方が設備としまして、モニター付きインターホンですね、防犯面でも安心していただくところです。その隣は給湯器のリモコン、こちらの方で、温度設定をしていただけるようになっております。はい、こちらの方で、ね、ダイニングテーブルを置いていただいて、朝食などを楽しんでいただけるかと思います。またこちら1階のお部屋になりますので、ちょっとした専用庭がございます。向かい側の駐車場で、すっきりしたイメージですね。はい、その隣には洋室約6畳分のお部屋となっております。リビングとはですね、こういった形で仕切れるようになっておりますね。こちらの洋室の方には押し入れがございます。収納タイプということでですね、こういった棚がございますし、結構ね、奥行きもございますので収納方法かと思います。はい、またね、こちらの方は、西洋庭の方と面しておりますので、こちらのお部屋も明るいお部屋となっております。またこちらね、廊下から、別で入れるようになっておりますので、個別の部屋としてもお使いいただけるお部屋ですね。はい、廊下に出ましたら、こちらの方が玄関スペースということで、シューズボックスが備え付けになっております。高さも変えれるようになっておりますね。その隣にはちょっとした押し入れがございます。ここにね、掃除機であったりとか、そういったものも収納していきます。次に水回りのご紹介させてもらいますね。はい、奥の方に行きますと、広めのお風呂がございます。こちらの方は、一坪タイプということでね、非常に、幅の広い、バスタブがございますので、足を伸ばして入浴していただけるようになっております。窓もございますので換気もしやすく、また嬉しい機能としまして、追い焚き機能もついておりますね。こちらの方は室内洗濯機置き場、こちらの方は特に洗面台でシャンプープロレッサーとなっております。はい、また廊下に出ますと、こちらの方がお手洗いですね。こちらの方はオシレット付きとなっております。もう一部屋ございますが、その入り口にこちらの方も押し入れがございます。結構奥行きがございます。最後に洋室の方ですね、こちらの方も6畳から7畳ぐらいかと思います。だいたいこちらの方を寝室としてお使いいただけるようなスペースになるかと思います。はい、最後にこちらの方はウォークインクローゼットついております。はい、横幅で、ね、手伸ばしたぐらいの幅の方と、奥行きはもう十分ございます。はい、両方にね、ハンガーパイプついておりますので、お洋服もたくさん収納していただけますし、またちょっとした長いものもね、置いていただけるので非常に便利かと思います。はい、こちらの方は全部屋ね、洋室でね、大変新婚さんにもおすすめの物件ですね。まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しい内容の方は弊社ホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心。賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。